今も邪魔されてます。このようにですね、私の入力はですね、えー、逆になりましたね。このようにですね、文字入力が逆になる攻撃もあります。で、先ほどからですね、なんかネットワークが急に遅くなってます。これ光回線なんですね。今もですね、あの文字入力おかしくなってます。彼らはですね、私の指をですね、あのずーっと謳歌させる形で、えー、押さえつけられる形で指を押させました。 でこれでですね、どんだけのスピードになっているのか、とても遅いですね、光回線にしては。これ、光なんですよ。これはまずありえません。異常事態です。このような形で,ですね、私はですね、毎回ですね、妨害されています。今も邪魔されています。彼らがですね、何かキーボードをですね、私の上、勝手に押していますし、ここにあるですね、ソフトキーがなくなっています。 すべてですね、階段が妨害していきます。毎回毎回。今も邪魔されてます。で、このようにですね、大きくなってもですね、やつらがですね、えーえー、妨害し、あの、大きくしました。でですね、えー、今ちょっと邪魔されてます。どこに、えー、で、これでですね、えー、ピング。今も邪魔されてます。 間違ったかのようにですね、あのー、私に信号を送ってきました。多分これは日本語モードのですね、信号を送ってきていると思います。で今も邪魔されました。このように邪魔されます。彼らはですね、あのー、2つのシグナルを送ってきていると思います。とても複雑なんですけど、説明が難しいんですけど、邪魔されています。間違ったかのような信号と、えー、入力を始める信号です。つまり私の頭ではない。で、私には彼らが操縦してて、彼らが間違った信号を送ってきています。同時に。 わかかりますかね、とても難しいんですけどもうカイダのですねシステムは誤動作させてる強制的にカイダ自体が誤動作させてますでですねこのような形ですねピングと面白いですね消えてますよねこのようにわかりますか キャッシュが消えてんです。Apple の場合はなんか、ちょっとユニックスなのであれなんですけど、なんかファイルにこの、えー、コマンドの利益が残っているという話を聞いています。えー、それがですね、今消えてましたよね。わかりましたかそのために私は OM と入れました。あブロガーって合ってますよね。奪還。間違ってないですよね。ブロガー奪ッカム。 あ、なんか、えー、見てください。このようになってます。わかりますあ、ここに書いてますね。Cannot Resolve このようにですね、瞬間的にですね、解除はできます。マイクロ波で。わかります動作が変わってるんですかねそれとも、このような動作をするようになってるんでしょうか変わってますよね。で、これで動きますね。 このようにです、ね、わざとです、ね、この数字にしていると思います。アンカリング数字なんです、どれも。これですね、よく見るあの車のナンバーと同じなんですよ、この辺、全部。で、彼らがですね、あの否定的なとかですねあの、変わった言葉に結びつけます。それも日本語なので、あの例えばですね、何かありますよね。あのとううにかく、連想ゲーム的にです、ね、言ってきます、私には、ヘイトスピーチで。 えー、もうこのようにですね、永遠と妨害されていることをです、ね、証明できましたの、ね、で、一瞬にして。わかりますかこれ、私が変な風に入力してるんじゃないんですよ。彼らがやってるんです、えー。とりあえずですね、コマンドではないです。見てください。私がですね、今、オー歌したのをコントロールしたよね、ここの。このようにですね、私のその言うことも、えー、彼らが、えー、操縦して、えー、違う言葉を言わせます。 私はですね、このキーについてきちんと今日覚えてるんですけど、何度も何度もですね、上書きするかのように彼らが作った言葉をですね、私にインプットします。そのために私は、えー、覚えられなくなります、えー。何が言いたいかというと、えー、このボイス・トゥ・スカウという技術で私は妨害されています。そして、えー、例えば知恵遅れとかですね、そういった人間たちは全てボイス・トゥ・スカウで作られた人間たちなんです、実は。 さらにですね、あなたの周りに起こる、えー、例えばちょっとした、えー、忘れ物とかですね、えー、今も邪魔されてますけど今すごい脳がですねワーンってなってあの周りの空間が変わっていったんですけど、あのーえー、今もこれで邪魔されます認知症にされましたとにかくあなたの周りに起こるちょっとした出来事です例えばあなたが何か、えー、なくしてしまうそれも大切なものまたはあなたが持っている貴重品 がですね、それに傷がついてしまったり、えー、例えば交通事故に遭ってしまったりとかさまざまなことがあると思いますこれす全てボイス・トゥ・スカルなんです実はボイス・トゥ・スカルによって人間とか電気製品全ての電気製品また電力もそうですあと気圧もそうですつまりエンジンルームの気圧もそうなんですよ例えば地中の気圧もそうなんです実は これらすす。べて操縦でできるんですその一部に例えば一般的に言われているま訶不思議なシステム最近有名になってますけど HARPHAARP とかですねこれもおそらく含まれていると思います甘い話が長くなるのでやめますがこのような形で,です、ね、私はです、ね、永遠に妨害されます マイクロ波はですね、あのコントロールできるものではありません。暴走する可能性があります。エアだからです。分かりますかこれがですね、人工衛星か、えー、地上通信網、例えば、えー、地上デジタル放送網とかですね、さらにはですね、RF 波、つまりですね、マイクロ波とか低周波とかですね、この辺の技術を使ってですね、さまざまなです、ね、異常現象を起こすことができます。 当然ですね、風を吹かせることもできます。風圧、音波ですね。この場合は。それと同時にですね、あなたの体を揺すったりすることもできます。当然、すべての神経をコントロールできるので。いかにもですね、あなたのところに風が来たとかですね、そんな感じをですね、えー、与えることができます。また、あなたはですね、座っていてもですね、体の状態をですね、変えることができます。よろめき立せることができます。さまざまなことができます。 不可思議なことはですね、すべてこの V2K 技術です。ボイス2スカルです。よほどなことがない限り、ゾウがですね、ゾウを生みます。わかりますかそれによって時間やお金が奪えてきます。それによって経済を潤っているエリアがあります。わかりますかそういったところがおそらく支援団体になってます。 裏には大きなお金がですね動いていると思います。えー、これ以上言うとですねあの殺されると思いますので、えー、やめてきます。以上です。